Welcome to ビッキーでチャンネル。お腹すきました。今日朝から実は日本に来た時、俺朝食べないことが多いんだけども、まあ普通はいるぐらいには食べれることが、まあ普通は食べるんだけども、今日は今すでに2時過ぎなんだけども一食も食べてませんということで、渋谷のステーキロッジさんでステーキ、やっぱりタンパク質といえばステーキ、ステーキロッジさん、めちゃめちゃ今ボディービルダーの人も人気があるということで、俺は初めて来ましたということでお腹空いてます。早速食べましょう。はい、実際マギさん今日は、はい、マスターズオリンピアとオリンピアのお疲れ様でしたということで、ご褒美企画ということで、ありがとうございます。企画なんですか、これ。ステーキをお腹いっぱい食べようという企画です。食べます。ステーキはお腹いっぱい食べれます。で、今日は一人で食べるのは寂しいと思いましたので、スペシャルゲストを呼んでおります、はい、楽しみに。これが来るの、スペシャルゲスト。はい、これから来ます。わかりました。スペシャルゲストと一緒に食べるんだって、誰かな、ちょっと本当に知らないけど。緊張する。マジっすか。マジっすか。ゾウさんじゃないですか。はじめまして、山岸です。え、マジですか。大ファンです。大ファンです。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。ぜひ。楽しみでした。はじめまして、山岸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゾウさんでよろしいですか。そうですね、みんなから呼ばれます。ありがとうございます。すげえ緊張してます。いや、もう僕も本当に招待。いや、全然緊張しないですけど、すげえファン、大ファンです。ありがとうございます。大ファンです。いや、 YouTube で 見るそのままですね。本当ですか。いや、実は、はい、ボディビルってご存知というか、はい、減量するんですけど、コンテスト前に。で、減量の時に2つに分かれるんですけど、お腹すくので全くその食べ物系から避けるという人と、食べ物系を、まあ、探求するというか、 YouTube で食べ物系ばっかり見るタイプだったんですよ、はい、何年前から、もう 3,4 年前ですね。だから、おそらく多分始められたばかりの頃だったと思うんですけれども、そこから のファンです。大ファンです。ありがとうございます。ゾウダさんなんですよね。そうですね。だからゾウさんなんですよね。はい、そこまで知ってます。調べてあります。で、いっぱい大食いの YouTube の方いらっしゃると思うんですけれども、ゾウさん、自分が一番すごいと思うのは、まず苦しそうな時ないじゃないですか、ほとんど。そうですね。そう、見せないじゃないですか、苦しいのかもしれないけども。あと、食べ方がすごい綺麗、まあ、いろんな方に言われると思うんですけれども、それがなんか自分大好きで、もちろんその美味しそうに食べて、食べながら必死に食べるというよりは、どっちかというと解説もするじゃないですか、なんかこの食べ物ので。あと、たまにデザート食べる時もあるじゃないですか。あれがすごいです。だから一番すごいです。本当ですか。はい、大食いの YouTuber の方の中でも。はい、はい、今日は、はい、パクパクゾウさんに来ていただきました、はい、実はありがとうございます。ありがとうございます。ご褒美企画とお伝えしたんですけれども、完全にご褒美です。嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。せっかくなんで大食い対決で。お、まあ、ゾウさん来て大食いしないと意味ない。失礼でしょ。ということで、はい、今日はステーキを、はい、たくさん準備してますので、はい、ありがとうございます。対決をして、ぜひ決着をつけていただきたい。なんかもうリージョナルの人とオリンピアのトップ3の戦いみたいな感じなので、全く勝負はならないですけど、ぜひ。いや、もうこちらこそ光栄です。見てるだけで光栄です。いやいや、もう今日は、お肉4キロ、あ、お肉と、うん、ご飯と野菜を含めて総重量4キロを用意してます。まあ、俺は驚いてるけど、ゾウさんの見てる人は驚かない、4キロぐらいじゃ。なので今日はちょうどランチですね。そうですね、ランチで。もう何も食べてきてない。何も食べてきてないですか。俺も何も食べてきてないですよ。ステーキが楽しみで。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
自分そんなあのこんな体してるんですよ。全然食べれないですよ、あの量が。なんか結構ボディービルダーの人ってあの食って体を大きくするっていうイメージがすごい強い。なんですか、意外と食べれない人が多くて無理やり食べてますね。で自分もあの、まあ、今でも出てるんですけど、その本当にあのそれだけしかやってなかった時はよっぽど無理して食べてたんですけど、今はまあマスターズを行ってるんで、まあ、それほども食べてないんですよ。なのでまあ今日はその食べるこのなんていうの、無理やり食べてる時のそれを思い出してやります。あのアメリカ来られたらいつ取られたんですか、ピザってことだったの。あ、は独立記念日アメリカのに、なんかホットドッグ大会ジライフォーセルっていうのがネイサンズの、ネイサンズのそこに出て、出たんですか。そうですね、え一回ご招待いただいて、力なんかすごい有名な大会になって、そうそうそう、アメリカでは、で一回出て、まあ、全然順位的には半分ぐらいだったんですけど、でその空いたというかちょっと余った期間にピザのデカ盛りがあるって聞いたんで、そこに小林くんがちゃんと出ますね。そうですね、すごいですね。うわこれが4キロというと、これ想像以上すごいね。これ一人用だよね。一人用です簡単に、後でちょっと牛肉の説明します。いやちょっと待ってよこれ俺だけど、これ YouTube で見たことない、実際見るの初めてですけど、こういうすごい、すごいデカ盛り、想像以上すごいですね。お肉の説明簡単にさせてもらいます、はい、こちら左側ですね、から順番にミスジ、肩ロース、真ん中ハラミ、ジンギスカン、カンガルーとなってます。違うんだね。でもはい、全部で5種類ありますね。で最初のミスジと次の肩ロースに関してはレアでも食べれるので、お好みで焼いてください、うん、でカンガルー、ハラミ、ジンギスカンに至っては、よく焼いてお召し上がりください。で食べる際ですね、おすすめはこちらの山のシールの自家製のリンゴ玉ねぎソース、ぜひ使ってみてください。でお肉焼く鉄板を別で用意しますので、はい、少々お待ちください。カンガルー用に飛ばします。カンガルーだと。カンガルー。ナイス1キロですね。ナイス、失礼します。ちょっと待ってよ。こちらも皿もう1枚、お皿もう1枚用意します、はい。で、これが1キロで、これが3キロだ。そうです。で、合計を。はい。わあ、俺をゾウさん見てるから驚かないと思ったけど、めちゃめちゃ驚いた。まあ、実物見ると皆さんすごいね、迫力がすごいって言われる。それでは大食い対決、はい、はい、準備よろしいでしょうか。はい、ボディービルダー山岸秀太選手とパクパクゾウさんの対決です。用意スタート。いただきます。いただきます。いただきます。いや、美味しそうだな。いただきます。おお、すげえ。これ何、俺熱いからちょっとこれしてます。ちょっと熱いよ。ゾウさんのやることを試します。いただきます。いただきますか。最初ソースなしでもいいです。そうですね、そのままで。うん、うん、おいしいな。おいしいですね。俺も偶然残ってハラミが一番っていう牛の中だ。あ、そうなんですね、うん。大好物って変ですけど、何が一番好きって言ったら変な質問だけど、なんかあります大好物みたいな。この大好物は、まあ、一番は白米ですね。うん、白いご飯。白米だけど噛んでないですよね、見てると。飲んでますね。そうですね、飲んでますよね。チャレンジ中は多分そうかもしれないですね。なんかパスタの時に言ってたと思うんですけど、喉に詰まる感覚は言ってたんですよ、はい、俺それ分かります。分かります。分かります。たまに気持ちいいですね。共感してくださる人が多くて。分かります。白米もそれ近いものあるしね。そうなんです。まあ俺も若い時は結構食べたな、中学生ぐらいの時は。最高どれぐらい食べたとか。ご飯午後食べてます。午後一食で中学生の時。
結構すごいですよ、結構すごいめちゃめちゃすごいです一番好きな食べ物は何ですか。ご飯の次は減量終わった後に食べたくなるものがやっぱり一番好きなものだと思いますけど、はい、カレーライスですね。うーん、カレーライスが一番食べたくなる、やっぱり。全然つけなくてもこれ、ソースつけなくても美味しいですね。はい、もう肉本来の素材の味が出てる。塩コショウがつけてんだろうこれ、うん、まあ、調理する時かけてあるね、はい。今食うとご飯食べてない、これ別で食べるの、別で食べた方がいい。ご飯は、あ、僕はこの最後に残してるんですよ、あのデザートとして。デザート最後だからお肉とお米をかき込みたいっていう、自分のあれがあって。あ、そうかそうかそうか、順番的にね。はい、あ、面白い。じゃあこれ別にご飯と一緒に食べるよりはもうご飯だけ食べたいタイプだ。そうです、もうちょっとの一切れの肉でガーッてかき込みたいタイプ。わかります、それは。昔大学生の時お金ないじゃないですか、はい、だからとんかつの店ってご飯食い放題じゃないですか。とんかつ一切れでご飯何杯食えるかって。僕もやってました。やってました。やります。俺も素質あったな。撮影してない時はいつまで食べてる。どう食べる、いっぱい食べる。今もやっぱ食べますね。普通に撮影しなくても、はい、いっぱい食べる。そうですね、朝起きて食べるのがサラダとサラダチキン食べて、で撮影で夜はもう普通に。夜も食べるか。夜も食べますね。今アメリカとかラスベガスです。ラスベガス、どれぐらいの、あれも半分半分ぐらいですね、日本と。ほとんどは、こっちは年に2、3回1回、2、3週間って。うちの食事と日本の食事じゃもう全く変わって。ただ、まあ外食は違うんですけど、はい、家では日本食です。あ、そうなんですね。僕が見てる中では、まあ、失敗ってのは変だけど、クリアできなかったの見たことないんですけど、はい、クリアできなかったことあります。あ、全然動画でありますか。たくさんありますね。なんかあったわね。さあ、キンキンではなんかありましたか、クリア。キンキンでは、まあ別の場所、群馬の方にあるんですけど、うん、そこの8キロの、なんか丼みたいなやつとか、失敗、全然失敗しましたね。時間数はタイムタイムと容量的にでしたね。そんなことない。はい、すごくて見たことない。まあもちろんもともと食べるから、はい、その YouTube をやろうっていう自然の流れだと思うんですけど、はい、ものすごい伸びじゃないですか、そのフォロワーが、フォロワーっていうかその視聴者が。やっぱりそれは俺、さっきも言ったように丁寧に食べるっていうのはすごい大きいと思うんですけど、はい、それはもうもともと。そうです、いや丁寧に食べようとは心がけるように意識はしましたね。もともと僕も走る持ち方とかちょっとおかしくて、YouTube 始めた時に、1本目2本目とか多分指摘めちゃめちゃされて、家で、この持ち方練習から箸の持ち方、はい、だから食べる、例えばもう綺麗に食べる、隅から隅まで綺麗に食べるじゃないですか、米一粒残さないじゃないですか。やっぱりそこのすごいなと思う、すごいなというか効果が持てますね。あ、なんかご飯を大切に扱ってるというか。それはもうちっちゃい頃からずっと、両親に、おばあちゃんに、はい、言われてます。話しながら食べてるとお腹いっぱいになりやすいとかあります。いや、食べると大丈夫です。全然そんなことないです。襟がめちゃめちゃすごいです、やっぱりもうすでに。なんかいつも一人なんで、そうやってお話しながら食べるのがめちゃめちゃ楽しくて。どういう、なんか想像ができないですけど、作るんですか、食べるのが。そうですね、もうパラッと
作ったり簡単なの、はい、本当揚げ物とか揚げ物するんだ、あ、料理じゃ好きなんですね。うん、たまにパスタとか作ったのも好きなんですね。パスタも基本的にはあれでしょ、一束そのままガーッと煮てる感じだよね。何回かに分けて俺もボディビルやってて最後一束パスタをやってる時は一束入れて食べないとダメだって言われましたね。あ、なんか大会前とかすごいガブローで、そうですよね、うん、でそういうなんていうか動画をたくさん見るみたいな、いますか、これなんかチートデーとかするみたいな。そうですか、はい、すごい嬉しいな。なんかやっぱり、まあ、我慢してる、うん、その過去も見てて、うんうんうん、こうやってバーって美味しそうに食べるのも僕も好きですね。どうですか、意外、意外だ。これ予想以上にすごいよ、食えないです、どうしようどうしよう、どうしたらいいですか。今日はじゃあ助っ人を購入します。じゃあ磯口さん、あのうちの秘密兵器カメラマンの磯口さん失礼いたします。先に薬用の鉄板交換させてもらいますね、はい、失礼いたします、まあ、コンペティションではないとは言いながら一応さっきも言ったように俺がミジュナルの予選通過なるんだったらチャンピオンぐらいいけるかもしれないよ。これ8号だっけ7号、はい、ここは7号分かります。1食で、1食で、1食で先にご飯 500g になります、はい、お食事大丈夫ですか。大丈夫です。 ありがとうございます。あ、500g だからどうやったらそうなってるお肉でいっぱいになってるね。なんか食べ方してるね。どうぞ。どうさんと同じだもんね、食べ方が。食べて、まあ、撮影するときは昼ぐらいとか食べて、はい、それを分けて食べる。お父さん、ちょっと人がかりで、すみません。ゆっくりゆっくり、美味しいのでいただいてください。フィニッシュが出てきた。もうこの辺でもう最初のクロージングの音楽が流れてる。シャイニングスタイル。終わりました、こちらは。じゃあやってみる、最後お願いします。最後にいただきます。うん、すごい。食べてまれてよ。おめでとうございます。美味しかったです。素晴らしい完食、本当美味しかったです。全く乱れてないというか予想通りなんだけれども、実際に見るとやっぱ迫力がすごすぎる。で結構俺話しかけて、集中力を乱したけれども、全くペースは変わらない。素晴らしい。オリンピア級です。いやいやいや、オリンピア級です。ありがとうございます。食べ、大食い嬉しいです。ありがとうございます。本当楽しかったです。これでデザート食べる余裕もあるから。あ、全然あります、ね、ある。普通にこれでもう普通に帰ってまた食べれますよ。 2、3 時間後には食べる。あ、そうですね、はい、ちなみに今日の夕食は、いや、まだそうですね、スモークベーコン。スモークベーコンどんどん、はい、はい、そうですね、燻製の。俺はもう食べ物を、食べ物 YouTube を見まくるタイプだったので、まあ、逆に言うと食べ物 YouTube を見てない時はまだちょっと甘い絞りだ。食べ物 YouTube を毎日もう見るようになったら、見なきちゃいけないところだったらもう絞れてるってことなので、まあ、食べ物 YouTube を見るときはゾウさんバクバク
視聴者チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。トータルで 1,2,3,4 セットやるわけだけど、その4セット目にこれは1/4ティースプーン体から離さない。トレーニング前中後、特におすすめしているのはトレーニング後、やはり